お笑いコンビ爆笑問題太田光58が20日までに更新された YouTube チャンネル a b マバラエティ公式に出演しあの大物への恨みをぶちまけたお笑いコンビトンネルズ石橋貴明とのスペシャル対談そこで脚本家三谷幸喜氏の話題になると太田は俺はあいつのこと大っ嫌いなんですよと吠え始める 約40年前に日本大学に入学した太田、学内で関わることはなかったというが、大学の先輩である三谷氏が主催した東京サンシャインボーイズが話題になっていたという。太田はとにかくそういう小劇団のことを嫌っていて、自分はまだ何もできないくせに、何かやっている。 しかもちょっとした内輪で人気になっていて、えに入っている気がしたんですと振り返る。知人に頼まれて舞台を見に行ったというが、なんでこんなくだらない芝居を見ないといけないんだって、だから見に行っちゃ文句言って、客席でやじ飛ばして芝居を台無しにしたりして、あいつだけは絶対に許さないって、とぶっちゃけていた。 また、自身が司会を務めたフジテレビ、スタ・メン、5年から7年放送、で初めて対談する機会があったというが、許してないからな、って言ったら、三谷氏は、え、どういうこと、って。俺が流れを説明したら、ウィットに飛んだことを言うわけですよ。つまり君が星ヒューマなら、僕は花形みつるだね、って。そしたら俺が、ふざけんな。 「お前はサモン方策だ」ってそのまま CM に行っちゃったと言い石橋を笑わせていたその後中京テレビ太田上田に三谷氏がゲスト出演した際に上田伸也からコントを書いてもらったらどうという提案がそしたら三谷さんが「書きますよ」っていうのが何年か前にあって。 時々 TBS で会った時にコント書いていてよねって今は台本待ちなんですよと語っていた以下はネチズンのコメントをまとめたものですお二人とも脚本やネタを作る人なので面白い作品もあればつまらない作品もあるのは当たり前ですし互いに相入れないのも当たり前 そういう作品を作っている張本人たちが子供みたいな大人のような人たちなのでいくつになってもこりないのだなと思いました一番はこの記事を書いた人がダメダメなこと誰が何を言ったかはわかるけど文章に出てくる人たちへの愛情が感じられません太田光と三谷幸喜は「太田上田」って番組で共演してる。 めちゃくちゃ面白い共演会になってて YouTube の公式チャンネルで見られるからぜひ見てほしい本気で嫌がってるっていうことじゃなくて番組でお互いにいじるネタにできる関係っていうことだから学生時代のネタが発ったの逆恨みだけどお二人が共演した時は面白かったな好きな映画ドラマ本が近しくて親友になれるだろうレベルなのに 振り上げた拳を下げられない太田さんと三谷さんが自慢自虐を混ぜて受け流すその2人にツッコみ続ける上田さん本当に神回でしたね太田という人物テレビによく出ているようだが何か才能でもあるのか疑わしい全く見ないのでよくはわからないがこの人物がテレビに映るとイライラしてしまうもちろん個人的感想です 太田さんと三谷さんは大好きなものが本当に似通っていてすごい向田邦子ビリー・ワイルダーチャップリンコロンボ12人のイカれる男たちちょっとないってくらい好きなものが同じで2人ともそれが分かっている太田上田でそれが分かって面白かったこの文脈での「絶対に許さない」は「絶対に忘れない」であり 要するに、生きてる限り一目置き続ける、って意味ですね。つまり、君が星ヒューマなら、僕は花形満だね、って返しが三谷さんらしくて、てか、小学校2人、感あふれててなんか好きだな。女子同士なら、あなたが水島マヤなら、私が姫川あゆみね、か、でもあの2人は誰か脚本書いてくれないと争えない。 太田さんも三谷さんも自分で本格からこっちが上か何難しく考えてんだ自分太田と石橋共通の知人である三谷光うをネタにしただけでしょ人形劇「新三獣士」では三谷は太田に切ないいいキャラを描き声優を務めた太田も予想外の公演をして作中随一の泣ける回になった